特に何もしてないんですけど、めっちゃ汚れてるんですけど、今から勉強しようと思うので、まず片付けてから勉強しようと思います。実は親がアロマテラピーの検定を受けるそうで、でそれで私も一緒に受けることにしました。勉強を始める前にちょっと紹介をしたいと思います。でこれが新しいのでイデーで購入した時計で、これが新しいデスクランプで、808グラスさんというインスタグラムでよく投稿されていて、私もインスタグラムで知ったんですけど、そこの方が作ってくださったこのガラスと、ランプをつけて一緒に使っています。久しぶりのスタディー Vlog ですが、まずお昼寝があります、チャンネル登録者数が5000人を突破しました。本当にありがとうございます。これからも動画を投稿していくのでよろしくお願いします。で今日の動画は新しい家で勉強しているので、朝がおばあちゃん家から家まで移動しなきゃいけないんですね。なのであんまり早くから勉強ができなくって、しかも夜もあんまりここに長くいれないので勉強時間は普段より短くなっています。パソコンなどを運ぶのがめんどくさくって、全てこっちにもう運んでる状態です。カッターで飽きちゃうの。新しい椅子が届きました。今から組み立てます。こっちはリビングです。今からこのネジをはめていきます。椅子が設置し終わりました。言い忘れていたんですけど、ちょっとご飯食べた後です。でね、これも紹介し忘れたんですけど、これは双子玉川の上の階、ご飯食べる下の階ぐらいのところでお皿とか売ってるショップがあるんですけど、そこで購入しました。花瓶、これにね、なんだっけ、春の花入れたいです。話は変わるんですけど、アロマテラピーを受ける理由は特になかったです。なんか役に立つかなと思ってとりあえず受けたって感じです。飲み物が空になったので、飲み物を買ってきます。レモンティーがこの頃ハマっている飲み物です。今はコップがないのでこのまま飲みます。結構前に募集した質問がまだ全部答えられていないので、ちょっとずつ回答していこうと思います。日本と海外の大きな違いを教えてください。日本と海外の違いは、日本の方が清潔だし、食べ物も、個人的差があるんですけど、食べ物も美味しいし、あと遊びに行くところもたくさんあります。学校とかの通学とかも全然違いますね。勉強するものが全部終わったので、ちょっとドラッとします。今日の勉強時間2時間18分。 BGM もいろいろ探すときはこんな感じにいつも保存しています。こういうところから全部ノンコピーライトミュージックって書いてあるんですけど、そういうのを探すとおしゃれな音楽が探しやすいです。10時になる前にちょっと家に来て勉強を開始したいと思います。でまた新しいものを買ったんですけど、これ新しいコップでイデーで購入しました。1100円ぐらいだった気がします。なんかこの縦でなんかなってるやつが欲しくて買いました。かわいい。海外で良かったものは、価値観がすぐに受け入れられてもらえるところですね。なんか他者の意見とかを否定せずに、まず聞いてから、ああなるほどね、そういう考えもあるんだみたいな人が多かった気がします。日本は逆に他者の考えを受け入れない人が多い気がするので、そこはあまり好まないですね、私は。なんかみんな違ってみんないいって言ってるくせに、全然そんなことないみたいな文化がまだある気がして、なのでそういうなんか受け入れられる心がある、その考え方とか海外の人は持っていて、そこが本当に素晴らしいなと思いました。あともう一ついいところは、日本の電車みたいにぽっちゃりしてないところがいいです。わかりやすいというか、私がまず迷子になりやすいので。教科書はいろいろ届いたんですけど、量が多すぎてちょっとめっちゃビビってるんですけど、前の学校10個もなかったんですけどね。
日本語多い。妹の椅子を組み立てていました。次の質問、休憩の仕方、勉強の仕方、あとノートの取り方を教えてください。ノートの取り方は2週間ぐらい前に一つ動画を投稿しているのでそちらをご覧ください。休憩の仕方は私は寝るか、あと飲み物を飲んでます。勉強はしないようにしてる、それだけ。集中の仕方はとりあえず携帯をどっかに投げて、気を取られるものをなくすぐらいがちょうどいいと思います。この日の勉強時間は約2時間9分でした。この日は夜ご飯早めにするから早く帰ってきてねと言われていたのであんまり長く家にはいませんでした。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。